みんなさ、髪どうしてる？単発いってる？単発は不要不急じゃないらしいよね、でも。言ってない。いや、言ってないよね。俺も言ってないんだけどさ、不要不急じゃないって言われてるけど、普通に、億劫だよね、まあ。そうそう、行くのが怖いよね、普通にね。だから、自分で切ったんだけどね、前。でも、その、やっぱ、もっさり感がさ、あるやん、自分で切っても。長さはバツンって変えるしかないじゃん。いや、だからさ、俺ちょっとさ、え、マジで買ってみようかなって思うんだよね。バリカンなんならポチったんですよね。今後まあ役立つかなって思ったのもあるし。何やめてって。だってまず、買ったとしても君らに見せないし。まあそうね。普段その2ブロックみたいな感じで美容院でやってるから、まずはそれ自分でやってみて、わ、これ自分で無理だわと思ったらもう、バツンってもう丸刈りしようかな。いや、俺結論から言うとさ、もうしたんだよね、坊主。やっと今日あげれたから言うけど、したよ俺。まあ絶対アップはしないんですけど。いやー嬉しい。見せてって。いや絶対嫌だ。姿出し顔出ししないからね俺は。奥さんの反応はって。いや、なんなら奥さんにやってもらったんだけど、え、それさ、もうめっちゃすごいの、坊主って。てか、バリカンポチったって言ったやん、その配信の時に。まあ、その届いてすぐにやったから、もう、実はもう2週間、3週間ぐらい経ってるわけよ。やってから。だからもうなんなら結構生えてんだけど、髪、伸びて。え、でもね、みんなね、男子諸君だと思うけどね、やっぱ一度はやった方がいいよ。俺はね、やってよかったよ、やっぱ。何ミリでしたの？いや、もう聞いてほしいんですよ、これが。もう、ほんまに。なんか、すごいね、アタッチメントってのがあんの、バリカンに。それでなんか、なんて言うんだろうな、20ミリ？ちゃうな、ん？何センチだっけな？ん？ 20 ミリか。2センチ？一番最大の長さのアタッチメントで20ミリのやつがあって、まずはそれでやるか、つって、やろうとしたんですよ。したら、ちょっと、俺がね、最初の一振りは俺がやったんだけど、そのアタッチメントをつけたその余韻があるアタッチメントの逆向きで俺やっちゃって、初動からもう2ミリの数ミリの感じで買っちゃったんだよね。いやー、マジで爆笑した、あの時は。俺が顔出し配信者だったら絶対動画撮ってあげてたね。え、しかもね、なんでかわかんないけど、俺、
そのおでこの中心からやったわけよ。自分でやるから。え、多分俺我ながら緊張してたんだろうな、あの時な。全然なんかそのアタッチメントの余韻の向きとか気にしないでワーンってやったから、あれなんか思ったより言ってねえみたいな。だからあの時短、サッカー選手の時短か、わかるかわからんけど、あの東海オンエアさんの哲也さんが一時期そういう髪型にしてたと思うんだけど、あんな感じの状態になって、うわやったわってやったわってなったんだよね、とりあえずその時は。え、マジでおもろかった。いや、もう爆笑二人で、もうこれは。